の名前ディアナは、ラテン語のジアーナに由来する語で、ローマ神話の女神、ディアーナを指す。この名を冠した船舶は主に欧州で建造されており、日本では19世紀のロシア海軍の軍艦として2隻の船が比較的に知られている。軍艦に関したものは、19世紀のロシアのディアナが存在する。音社表記としては、ジアーナとも、 1807年建造のロシア軍艦、ディアナ号は、スループに分類される小船である。1807年に、艦長バシー・リー・ゴロブ・ニーンの元世界一周公開を行う。1811年、千島列島の測量公開を行っていたところ、国後島にで、幕府役人に、五郎人艦長が逮捕される。報復として、ディアナは、日本船、関税丸をだほし、 高田や貨幣を拘束した。1813年、ディアナ号副艦長、ピョートル・リコルドの尽力により、五ニ人は解放された。富士市で、モーニュメントとして展示されている怒り1853年建造の、ロシア軍艦、ディアナ号は、フリゲートに分類される保船である。1854年、日露和親条約締結交渉のため、フィムップ・プチャーチーの、上官として、函館。 大阪を経て、下田港を訪れた際、同年11月4日午前9時過ぎ頃に発生した、安政東海地震による津波で大破した。修理のため下田港から、戸田港に向かう途中強い西風に煽られ、宮島村沖で沈没したと伝わる。沈没地点は不明であり、富士市は沈没したと伝わる田後の浦港付近を調査、したが、発見には至らなかった。 その調査の様子は1988年にティアナゴ人沈調査報告書としてまとめられている。プチャーチンは上院の帰国のためアレクサンドル・モジャイスキーらの指導で日本の造船工により小船、ヘダゴを建造。日本の造船工に様式造船技術が伝わるきっかけとなった。二つあった怒りのうち一つは1954年に 引き上げられ、沼津市戸田造船郷土資料博物館に関連資料と共に展示。もう一つは1976年に引き上げられ、富士市古関島の34県や緑道公園で、プチャーチン像と共に展示されている。ディアナゴ本体の引き上げは、1970年代までに何度か計画が立てられたが、 沈没箇所と思われる付近の海底には大量のヘドロが堆積するなど条件が悪いことなどから実現することはなかった。通報官は第二次世界大戦前にイタリア海軍が建造したものが記録されている。ありがとうございます。